おはようございます。おはよう、さや。その荷物は何かな？今晩、さやは帰りません。さや、何があった？この忠義、気に障るようなことをしてしまったのか。洗濯物はきちんと分けて洗っているぞ。それともお前の歌を録音していることか。2時間おきに寝顔を見に行っていることが気に障ったか。そんなことをなさっていたんですか？うん。父様のすることでしたら、さやは一向に構いません。実は、かなこ先生から連絡があり、2年 B 組の友達とキャンプをすることになりました。キャンプ？それは確かに急だな。準備など怠りはないか？大丈夫です。男子の方もおりますので。男子？だと。それでは、行ってまいります。男子か。だから忠義さん、ずっと浮かない顔してるんだ。お前は心配ではないのか？そうだね。こういうのもたまには面白いと思うよ。面白いか。可愛い子には旅をさせろって言うでしょ。さやちゃんには経験が必要なんだよ、いろいろとね。だがな。はい、コーヒー。それは大丈夫。忠義さん用の薄いやつ。すまない。忠義さん、お父さんがすっかり板についてきたね。父親とはどういうものか悩んではいる。だが、さやと私は。忠義。ん？それ以上は言っちゃダメだよ。ああ。そうだ。後でキャンプの様子見に行ってみようか。差し入れを持ってね。一緒に行くでしょ？いや、私は神社の仕事が。ほんと素直じゃないんだから。湖に輝く小鳥も鳴いている。本当にいい天気。でもちょっぴり早く着きすぎてしまいました。黄色のお魚さん。大変、仕掛けに捕まってしまったんですね。大丈夫ですか？動かないでください。今仕掛けを外しますから。もう大丈夫。危ないですから、これに近づかないでくださいね。ありがとう。気のせいでしょうか。